お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ。堂島の。もうええ。そこまでや、上流。それ以上やったら、この船出られんようになる。何ボサッと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ、ふざけんなよ、これ。お前、生きて帰れると思うとんのか。なんや、聞き捨てならんの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺すいうんか。自分とこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分、西谷会長の言いつけに背くんか。ああ、さっき喧嘩の前に言われたやろが、お前ら全員手出すなってな。俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。何威張っとるんやボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。に鶏。そしたら何か。お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか。そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。お、ちょ、待ってくださいよ。ええやろ。うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしても、そん時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら、大した度胸や。線香の一本でも上げて褒めたるわ。身の程わきまえるわ。すまへん。すまんかったな。もう行ってえで、上流。西谷会長には俺からよう言うとく。上流、おかえり。なんや、大変そうやったな。みんなえらいこっちにらんできとんで。ああ、目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら面倒なことになる。あんた、どこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。もしもし。俺です、セルノです。今やっとこっちもキャッスル出てきたとこで。そうか。西谷はどうなった？目探した途端まるで盛りなついた猫や。発情しきって下手したら俺もどうかされる思ったぐらいで、組の門に上流探して連れてこい言うてます。すぐ追手がかかります。西谷自身は出てこねえんだ。横着しやがって。今の基人会は丘に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。ならちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか。それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ。現金で。できるだけと言いますと？500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば？そうだな、毘沙門橋でいい。説明はそこでする。わかりました。金ができ次第連絡します。ほな。
上流。ああ、はあ、何？おい。あの、ちゃう。
何？くそ。よろしくな。Boy. いや、
せやな。それじゃあ頼むわ。上流、おはようさん。あなあ、町出るんやったら気つけや。
鬼人会がめっちゃあんたのことを探してるで。えらい剣幕や。へえ、そうだろうな。あんたってあんま目立ったらあかんのと違うけ。好きでこうなったわけじゃねえ。だがまあ少しの間お騒がせする。は？どういうこと？任務上必要なことをするってことだ。やっぱりようわからん。すぐに向かう。お待ちしております。ご用意したのは3000万です。もうちょいカッコつけたかったんですが、キューバで集められるのはこんなもんや。これで足ります？十分だ。大変だったらオンに蹴る。何に使うつもりかご説明いただけるんですよね？西谷をおびき出すのに使うんだ。あいつは鬼人会の組員に俺を探させてるんだろう。なら俺の居所も動きも知らせてこっちに出てきたくなるようにする。たっぷり挑発してやるさ。挑発？鬼人会の追い込みでビビってるはずの男が蒼天堀の夜を豪遊してたら、奴はメンツ丸つぶれ。いつまでキャッスルにこもってられるか見物だぜ。それじゃあこの金豪遊のためでっか？せやけどもう鬼人会は結構な数であんたを探してます。これ以上煽ったら西谷にマジであんたをやりに来ます。いいか鶴間、そんな声出してちゃ蒼天堀を楽しんでるようには見えねえぞ。もしかして俺も一緒に？俺だけじゃ一晩で3000万も使い切れねえ。一晩で全部？お前らは500億で俺の命を買ったじゃねえか。今さらはした金だろ。俺にくれてやるつもりで持ってきたんだろうし、派手にやっちまおう。なるべく西谷の目を引くようにな。どうりで事前にどう使うか教えてくれんかったわけや。そうと知ってたらこんな苦労して3000万もかき集めんかった。もう諦めろ。男ってのは一度出したら引っ込められねえもんだ。手始めにこの町で一番いい女がいて酒のうまい店に行く。どの店だ？わかりましたよ。それやったらキャバレーグランドや。ジャブジャブ使ってるやないですか。ああ、獅子堂のやつもそこに呼びます。カバーマンでしょ？もちろんだ。よし、じゃあ行くとするか。そうか、この店だ。
キャバレーグランド。ご存知で。ああ、前にも来たことがある。蒼天堀で一番の店ってのは納得だ。なるほど。頭、先にやらせてもらってますわ。いつもは呼び出してもこんな早来んのにな。珍しいな。獅子堂上流。俺までご商売に預からせてもらって、好きなだけ飲んでええとか。ああ、今夜は楽しんだらいい。お前は苦労人だったんだろう。俺は上流ってもんだ。とりあえず今いる客全員に一杯おごらせてくれ。え、嘘。すごい。今夜はみんなにも楽しんでもらいたいんだな。金が足りなきゃもっと出せ。お、ほんまでっか。なんとまあ。かしこまりました。では上流様、グランド一同、真心込めておもてなしいたします。皆様お楽しみのところ失礼いたします。ただいまより皆様へ、あちらの上流様より一杯振る舞わせていただきたいとのことです。よろしければ拍手をいただけますでしょうか。俺は上流だ。これからよろしくな、蒼天堀。いいよ、上流様。頭、桐生さん、これ人飯飲んで生きとった反応っちゅうことですかね。当たり前やろ、他に何がある。これで分かったな。今みたいな要領で名前を売っていく、すぐに鬼人会の連中が食いついてくるはずだ。西谷の耳にも入る。ええ、まあそれは確かにそうですわ。寄ってくる鬼人会ぶん殴ってりゃ西谷もしびれを切らす。いつまでも部下に任せてばかりじゃいらんねえ。あんたの狙いは完璧に理解しましたよ。ほな次行きましょう。蒼天堀を遊び尽くすんやねえ、頭。ああ、せやな。もうええ、やったるわ。次あれです、カラオケ。カラオケ行きましょうや。うちの組も集めますわ。俺が声かけたら速攻来ますんで。見つけたで、上流。派手に遊んでるそうやな。上流、あいつら鬼人会のもんですわ。ああ、やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、上流は渡してもらいます。文句ないやんな。ドアホ、何寝ぼけとんねん。そもそもお前ら誰や。上流はうちの客人や。お前らなんぞ顔も知らんさん下に渡すかいな。それが渡せ組の答えちゅうわけかい。西谷会長にはしっかり報告させてもらうで。西谷に言っておけ。文句があんなら直接俺んとこに来いとな。せやないと可愛い子分どもがどんどん痛めつけられるで。
まず手始めにお前だからや。上等や。やれるもんならやってみ。ぶっ殺したら。本気で来いや。まだまだ来るだろうな。俺らが遊べば遊ぶほど寄ってくるはずだ。ええ、そいつら帰り討ちにし続けとったら西谷会長はメンツ丸つぶれや。確かに辛抱たまらずキャッスルから出てくるかもしれん。ふん、じゃあ次だ。今夜は蒼天堀を遊びきるまでとことん付き合ってもらうぜ。分かってますわ。お前らもええな。へいへいへい。どないしましょうか。誰かこの中に。自分で言うもおこがましいんやけど。意外だな。よう言われますけど最高やないですか。ほんなら一あんたが俺のスコア。ほな自分。うら兄貴さすがこら。さあ打つか。しまった。しまった。しまった。よし。よし。よし。
悪いな。よう分かります。ま、これ受け取ってもらいます。金かけてるつ。勝ったもんには賞金を出すもんや。気持ちよう受け取っ。どないしました。次はどうするか。一目引こう言うたらやっぱ女です。綺麗どころ連れて練り歩きましょうや。なるほど。悪く。おう、お前ら店回って何人か連れてこい。全員ナンバーワンのキャストや。えい。急に呼び出してすまんな。お前らがおらんで寂しかったんや。獅子堂さん相変わらずやね。どないでっか、ジョーリー。この子たち蒼天堀のオールスターです。ふん、確かに悪くね。ジョーリーさんってクールな。クールなのは嫌いか。お金持ちのかっこいい男はうちの客人によう言うた。ほれ、ご褒美や。あ、ほんま？どうもありがとう。お金のシャワーもっと浴びさせて。ええ調子ですわ、上流。こういうんがお望みやったんとちゃいまっか。ああ、飲み込みが良くて助かる。金を使わなきゃなんねってのも一苦労だな。言うてくれたらまたいつでも手伝いますわ。どっちか言うと得意な仕事や。わかった。ほんな急がんでも。腹が減ってきたな。お、ここに目をつけるとはお目が高い。うまいと評判の店ですわ。よっしゃ、お前らも好きなもん好きなだけ頼めや。ほまでっか。こんな店でわしらもご一緒させてもらえんの初めてごちになります、頭。ありがとうございます。鶴野、お前あんまり下のもんにおごったりしてねえみてえだな。あ、いや、そうやったっけな。頭はよその組幹部との付き合いやらでお忙しくしておりますんで、あんまりしもじもと飯食う暇もないんですわ。なら今夜はおめえ返上と行こうじゃねえかな、鶴野。見ろよ鶴野、みんなうまそうに食ってるじゃねえか。
おう、お前らそんながっつくんやない。ごちそうは逃げたりせんで。ったく、恥かかせんなや。親父に見せられへんで、こんなとこ。せやけど頭、こんなうまいもんわしら初めてですわ。高いもんはやっぱうまいんやな。なんや、泣けてきますわ。アホ抜かせ。どうせお前らの舌で味の違いなんぞわからんやろ。いやでもほんまうまいっすよ。わったわった。そうか、ほなまた3000万作ってみんでもええかもな。頭、みんなで一緒に食う飯はまた格別ですわな。酒もうまいぜ、鶴の。もう一度乾杯と引くか。いや、もう何遍乾杯させるんすか。あんた、見た目より相当酔ってるな。3000万使い切る気で飲んでるからな。ほら、お前も飲むんだよ。これは断れまへんで、頭。ええやないですか。乾杯しましょう。ったく、じゃあないの。お前ら準備はええか。えい、今夜は好きなだけ下品に贅沢せ。空から金の降る夜や。乾杯。乾杯。乾杯。ふう、うまかったな。今夜はほんまにええ気分や。やっぱりたまには下のもんにもええ思いさせんと。こんな機会ができたも上流のおかげですな。ごちそうさまでした。上流ほんまうまかったです。おおきに、上流の兄貴。いや、上流。おい、こら、金集めてきたんは俺やぞ。頭下げる相手ちゃうやろ。まあまあ、頭、恩は着るもんや。着せるもんちゃいます。わかったわかった、言うてみただけや。あ、まだ金。そう、急にどないしました。エビス屋、次はここでっか。ああ、買い物だ。町の店も潤して顔を売ってやろうじゃねえか。いらっしゃいませ。ここにはスーツもあるのか。なるべく質のいいもんがいい。質のいいスーツをお求めで。でしたらうちは大阪一でございます。さあ、いかがでございましょう。おお、悪くね。ただお値段が少々張ってしまいます。よろしければご予算を伺っても。金ならあるんだ、心配いらねえと思うぜ。俺は上流ってんだ。この辺のスーツに合わせられるもんもあるか。は、はい、少々お待ちを。上流様、ただいまご用意します。このシャツなどいかがでしょうか。有名俳優も愛したハイブランド品となります。もらおう。他にはあるか。こちらのネクタイなどはいかがでしょう。こちらはカシミヤを使った品でして。いいだろう、気に入った。全部包んでくれ。あとは時計とメガネと、それに靴もだ。あんたの方で適当に見繕ってもらえるか。は、はい、かしこまりました。本当にどうもありがとうございます。鶴野、買い物ってのは楽しいもんだな。そりゃ人の金ですかい、当たり前や。けどこうでもせんと金が使い切れん。せや、俺も新しいスーツ買うてくか。あんちゃん、
なんかええのある？あ、あります。もう何でも好きに持ってってください。なんだそりゃ。よし、次はこの店にするぞ。おお、ええですな。確かここカラオケあります。これは派手に騒げますな。盛り上げ役もいっぱいおるし、歌い倒しましょう。お前らええな、気合い入れてけや。へい、もちろんですわ。やりやすい。よっしゃ。文句はねえようだな。それじゃあ行くぞ。よし、歌うか。この歌を贈るぜ。どれだけ深く愛したら俺に振り向いてくれるのかい。何度も傷つき泣かされてきたのに、まだあいつのことが好きなんて。幸せ色の人並みに涙よどうか埋もれてくれ。不甲斐ない寂しさ、ちっぽけなプライド、あぶり出すようなジングルで、あの子が吹き消し微笑む姿、夢見ていたライターで灯したタバコにロマンチックな雪が降り積もる。さよならされない、もうすぐ愛しいあの子は、あいつの腕の中。さよなら降りない、プレゼントの配り先のない哀れなサンタクロース。世界中が愛で満ちる夜に、さよなら俺のサイレンラー。
倉さんです。思いっきり歌ったな。全員悪くなかったぜ。盛り上がりましたな。体めっちゃ熱くなったわ。俺もです。それにしても上流、あんたなかなかええのどしておりますな。今度うちの親父とデュエットなんてどないです。俺ら命がけで盛り上げます。そうだな。そいつはいつか機会があれば考える。今ぞ、ばあちゃん。次はビリヤ。手加減しないぜ。うお、怖っ。もしもし、鶴野です。どうやら西谷がキャッスルを出たらしいですわ。有名な作戦が当たったのかもしれません。キリアさんに怒り浸透っちゅうことやろ。よし、西谷が船を降りたとして奴はどこに向かう。キリアさんを追ってくんなら蒼天堀でしょうが、まだ正確な場所までは。そうか。会長がどこにおるかは俺の方でも探り入れてみます。せやけどキャッスル出たんやったらどうとでもなりますわ。あの人には悪いですが、しばらく動けん体になってもらわな。ほなまた。なあ上流、ちょっと今あんたのことで情報入ってきたで。ん？鬼人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。上流出さんかー言うて。まずいな。グランドに迷惑かけちまったみてえだな。うちのネットワーク役に立つやろ。ああ、鬼人会は何人くらいいる。20とか30言うてた。結構な数だな。ほっとくわけにもいかねえ。わかった、ありがとうな赤目。
よう。今日はこの店貸し切りか。お、踊れ上流。お前ら鬼人会だな。そうか、こっちの探すテーマを省いてくれたんか。上出来やないかい。オーナーマシロでお前の生きる手間食べたれ。立たなくていいぞ。まだ痛い目に遭いてんなら止めねえかな。くそが。西谷はどこにいる。キャッスルから降りたんだろ。鬼人会は闇に潜ったとこが真骨頂や。敵に回したが最後、いつどこから刺されても不思議はない。もう枕高くしては眠れんな。お
お前も親分の居所を聞かされてねってことか。ここにいる他の連中も。おうよ、わしらは知らんで。知ってたとこで絶対口割らんがね。要は親分に信用されてねえんだろ。威張っていうことか。ほなお前らみんなただの三下っちゅうわけかい、このボケが。チンピラが人の店めちゃくちゃにしよって、この始末どないしてくれるんや。お、あんた上流様、おかげで助かりましたわ。こいつら急に店入ってきて私ら監禁したんです。女の子たちもみんな怖がってもうて。いや、こんなことになったのは俺のせいだ。すまなかった、全部弁償する。そんな弁償やったらこいつらにさせますさかい。どう見たって悪いのはこいつらや。それはどうでしょうね。花はこちらのお店に被害が出たのは想定外だったんでしょう。が責任の一端は上流にあります。ですのでご心配なく、弁償は私の方からさせていただきますよ。被害額のお見積もりだけいただけますか。どこのどなたか存じませんが、ありがたく頂戴します。私は花輪と申します。以後お見知りおきを。花輪様、どうも大喜利。あなたも本当に立場をわきまえてるのか。ずいぶん目立つご活躍で。500億の仕事だからね。手抜いたらあんたらの顔も潰れんだろ。西谷をキャッスルから下ろしたまではよかったが、そこで早くも行き詰まってしまったということでしたね。はあ、まあな。逆に西谷はいつどこからあなたを襲ってくるかもわからない。彼が本来の力を発揮すればターゲットは気づく前に殺されてしまう。それが殺し屋の怖さです。事態は進んだように見えて、実はかなり危険な状況になったのでは。わざわざそんな嫌味を言いに来たのか。敵は近江連合でも抜きんでた力を持つ組織です。鬼人会の名前なら私だって以前から知っていました。渡瀬が彼らを警戒するのも道理です。あなた一人で敵に回すのは自殺行為ですよ。西谷の居所さえ分かればそうでもない。でしたら考えることです。敵の気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、もしくはどんな手を打たれたら相手が一番嫌がるのか、そこをついていけば相手を思い通りに動かせるはずです。例えば闇に隠れている敵を引きずり出すこと。相手が一番嫌がることか。なるほどな。極道にこんなアドバイス、釈迦に説法でしたね。グランドの弁償と後始末はお任せください。あなたには500億の仕事に専念していただかないと。ゼロです。キリュウさん、ゆうべ西谷はおっちゃ見たが、まだ足りなかったと見える。もっとあいつが嫌がることをしよう。と言いますと？あいつが一番大事にしてるもんを奪ってやるんだ。キャッスルをな。はい。私組の兵隊を集められるだけ集めてキャッスルに向かわせてくれ。俺もこれから向かう。会長の西谷が船を降りたんだろ。ならキャッスルの警備は今手薄になってるはずだ。それはキャッスルを乗っ取るちゅうことでっか。ああ、力ずくでな。いや、ちょ待ってください。そんなにしたら渡瀬組と鬼神会でドンパチや。それを避けるために
会長言わせるのが俺らの計画やないですか。分かってる。お前らバレねえように目出し帽でもかぶり合い、大道寺を不当で襲ってきた時もうまくいったろ。そりゃそうやけど、今回は近江の身内が相手なんです。大胆すぎません鶴野。お前は俺がキャッスルに着くまでに腹を決めとけ。悠長にやる気はねえんだ。俺は一人でも行くつもりだからな。わかりましたよ。俺も渡瀬組の頭や。今腹を決めました。すぐキャッスル行きます。いい返事が聞けてよかった。じゃあまた後でな。